はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。それでは大航海時代の実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、王女様が何者かにさらわれてしまったっていうね、いわゆる最終イベントが発生したところで終了したと思いますので、今回からね、王女様奪還のために動きたいと思います。それでですね、まずは基本の情報収集からですね。あなた王女様を救出するつもりなの？と、イスラム戦艦のターイがさらったらしいけど、と。イスラム戦艦隊ですね。イスラムか。そのターイというやつはポルトガル商船隊のラモンを狙ってるって噂だと。なるほど。ということはラモンの行方を探せばいいってことですね。S30E の5あたりで見かけたと。 S30E の5 E の5ということはこの辺ですかね。アフリカ西海岸あたりですかね。なるほど。ですね、そしたら、戦闘になりますのでね、スイフを大量に乗せましょう。イスラム戦艦隊なんで、結構ね、強い船ではないかなと思いますので、どうしようかな。とりあえずですね、機関に150人も乗せてれば大丈夫でしょう。で、他の船は120人ぐらいで多分大丈夫だと思うんですけどね。こっちはね、10ガレオンなんで、火力はね、十分だと思いますので、せっかくだからちょっと多めに乗せましょうかね。また、すいません、ちょっと止まってしまいましたね。130人ぐらいずつ乗せますかね。130ですね。で、機関に160人ぐらい、こんな感じでいきましょうかね。もう一回でちょっと情報を見ましょう。海賊はこの際ほっといくとして、なるほど。それで結構ね、多めにスイフを今乗せてますので、水と食料をね、積まないといけないんですけれども、とりあえず実況前にですね、これぐらいずつ積んでありますので、これでちなみに何日行けますかね。35日行けますね。なるほど。で、今お金が4万枚ぐらい。このままちょっと出航しましょうかね。 S の 30E の5あたりにいるっていう話でしたので、どこ行ってんですかね、ターイーは。
地と言いますか、イスラムの方にね戻ってきてくれれば探すのは楽なんですけれども、まあ、NPC もねそれぞれ目的を持って動いてるので、どっかね遠くに行ってしまうという可能性もあるんですね。これをね探すのがちょっと一苦労なんですよね。おっと、なんか嫌な船がいますね。これは序盤に入れておく。なかなか船が思ったように進まないですね。ちょっとセビリア寄りましょうかね。彼はイスパニア商船隊のガスパールと。まあ、ちょっとずつね情報を集めていって、ターイがねどこに向かってるのかっていうのを推理しましょう。ラモンを狙ってるのは知ってます。なかなか教えてくれないですね。そうしたらですね、ちょっと地中海で網を張りましょうか。どっかねアフリカとかに行っちゃってそのまま戻ってこないみたいなこともねありますので、結構これ時間かかるんですよね。できればこのねヨーロッパあたりでケリをつけたいんですよね。S の 30E の5あたりをうろついていたっていうのが、まあ、さっきねリスボンを出たところの情報だったんですが、こっちに戻ってきてくれるといいんですけどね。ちょっとアルジェ寄りましょうか。なんか教えてくんないですかね、情報。ラモンがどこに向かってるのかか、タイがどこにいるのかっていう情報が今必要ですね。交易品の情報はもうこの際いいんですけど、S50E25 あたりをうろついてたなっていうことは、これどっか遠く行ってますね。そうですか。なかなか彼もというかやつもですね、逃げ回ってるみたいですね。まあ、ちょっとずつね補給してって、あんまり遠くに行ってもね意味がないので、
86? どうしようかな。イスラム戦艦隊か。これで30日ぐらいでしたっけ。30日、じゃあちょっとね、遠くに行くわけにはいかないですね。多分当分帰ってこないと思いますんで、どうしよっかな。あんまりね、こっちもうろうろ動いてると目的をね見失っちゃいますので、困ったな。まあこっちに帰ってくるのをちょっと待ちますかね。なんかね、獲物がいれば戦闘でも仕掛けてもいいんですけれど、こういう時に限ってね、なかなか敵も出てこないですし、どうしましょうかね、本当に。困ったな。早くね、王女様を助けてあげたいんですが、大尉がね、遠く行っちゃってますので、しかし船の進みが遅いな。三角砲だから、まあ、スピードにね乗らないのはまあ承知の上なんですけれども、逆風とかね、潮の流れでやっぱり変わってしまうっていうのと、やっぱりあれかな、ソリスの航海レベルがまだ低いんでね、そのせいかもしれないですね。何にも船影も見えないですもんね。ただうろうろしてるだけですね、これじゃ。まあ、じゃあちょっとバレンシアにでも行きますか。
もう水と食料なくなっちゃいましたもんね。困ったなあ。バレンシアに行くとか言って反対行っちゃいましたね。また情報を聞きますかね。何も情報もない。そうですか。じゃあまた補給しますかね。お金もね、どんどん減ってっちゃいますんでね。179かな。まあ、ちょっとね、アフリカとかに行ってみてもいいんですけどね。船も見えないですね。困ったなこりゃ。まあじゃあちょっとピサでも行ってみますか。まだいくらもね、日数も経ってないですからね。どこかに向かってるっていう情報があればね、一番いいんですけれど。 S の20、 E の45、 だんだんまあ近づいてはいますね。どこに向かってるのかっていうのも分かんないですからね、ここじゃ。まあそれじゃあちょっと交易でもしますかね。と言ってもそんなにね、詰める場所もないんで。じゃあ美術品買いますか。304、結構高いですね。ちゃんと売れるのかな。
じゃあピサの美術品を、そうですね、チュニスにでも持ってきましょうか。このピサとナポリの美術品の交易は最後の最後までやらないことにしましょう。まあ、チュニスでね、美術品がどれくらいの値で売れるのかっていうのは全く分かんないんですけど、まああんまり儲からないかな。まあいいかな。あとはまあ金をね多少積んでるんで、金を売りながら食費を稼ぎますか。S の25。じゃあまた補給してどっか行きますか。こうやってね、あの補給をしてる間にね、あの敵が移動してくれればいいんですけど、これじゃあね、日数が経たないので、あ、違うわ、港を出ましょう。またアルジェにでも行きますかね。まあ、ここね、何回かのパートは全くあのゲームの進展がないっていう形になっちゃうんですけれども、ちょっとご了承ください。さっき船が見えたんですけども、これはイスラム商船隊マフディ。イスラム商船隊か。商船隊はね、基本的に私は襲いませんので。海賊だったらね、やっちゃおうかなと思ったんですけど、多分一番最初に私が戦闘を仕掛けた相手はイスラム商船隊だったと思うんですけれども、それ以降はね、襲ってないんでね、ほとんど海賊退治だけかな。あとはあれですね、イスパニア戦艦隊のエミリオが戦闘を吹っかけてきたことはありましたね。タイは、どこにいます？ S20、 E の45 っていうことは、
東、まだ東アフリカあたりですかね。困ったな、おりゃ。補給はしますかね。ちょっと補給しますか、じゃあ。なかなか現れてくれないですからね。まあ、最後の最後まで思い通りにならないのがこのゲームですね。ではですね、今回は、まあ、ここで終了したいと思います。それでまた次回以降ですね、イスラム戦艦隊の大尉を見つけ出して、なんとかね、王女様を救出するまで頑張りたいと思います。それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、なかなかね、ちょっと進展のない動画になってしまいましたけれども、なんとか最後までね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。